TH の大沢です。慢性疲労の原因とその改善についてお話しします。当センターでは独自のシステムによりその方の体の状態を判断して根本原因を取り除く治療を行っています。一口に慢性疲労といっても姿勢や体の歪み、内臓筋によるもの、最近では目や耳などの五感から来る頭の疲労、環境のストレスなど原因は様々になります。症状を取り除いていくにはまず原因がどこから起因しているのか、どこから来ているのかがとても重要になります。根本的な原因を治療することで初めて健康な体を手にすることができるんです。当センターでは様々な問題を回復するお手伝いをさせていただいております。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。